極必殺奥義。お疲れ様です。植木屋健チャンネルです。今回の動画はですね、腰痛についてのね動画です。で、腰痛でね困ってある方ね、なんか治る方法ないかなって思ってる方ね、あと整骨院に通ってね、通ってるんだけども、完治しないとかね、悩んでる方ですねに向けてのね動画です。ですんで、腰痛ないよとかね、全然腰調子いいよっていう方はね、もうここで動画見るのをやめていただいてね、時間の無駄なんでね、はい。腰痛どうし、なんかこうなんとかしたいなって思ってはる方はね、このままちょっとねご視聴の方ねよろしくお願いしますということで、はい。でもう早速いきますね。僕がね腰痛ね、ほんと2ヶ月ぐらいでね治ったんですよ。もう奇跡かなと思うんですけど、その僕は植木屋なんでね、疲れが溜まってきたり、やっぱ無理な体勢でずっとね仕事しますんで、疲れが溜まってきて腰にね負担がかかって、で、1年に一遍はね腰いわして、でいわしたらやっぱ1週間ぐらいはね全然動けない状態になると、そういうのを毎年繰り返してたんですけど、それが年齢とともにね1年に2回になったりね、1年に3回出るようになったりとかね、どんどん増えてきてね、でそのために1週間ぐらい動けないんで、植木屋なんでね、盆前とかね、正月前とかね、繁忙期にね腰痛になったらもうね商売上がったりなんですよね。それでなんとかならんかなってずっと悩んでたんですよ。でそれでですね、それ本当ね、もう結論から言ったらね、腰痛体操っていうのをね初めてね2ヶ月で治ったんですよ。でどうやったらそれがね分かるんやって言ったら、 YouTube でね腰痛体操で検索してもらったらねめっちゃ出てきます。でそっちをね見てやられる方が正確なんでね、そっちをおすすめします。で僕の動画の説明欄にもね腰痛体操のリンク貼っておきますんで、押したら見れるようにしておきます。でその実際にね僕が本当ね夏腰痛になってね、でいろいろ YouTube で調べてて、で本当その藁にもすがる思いでね、もう見たらねほんまにこんなんで治るんかって思うんですよ。多分みんなもね見たら思うと思いますわ、そんなんで治らんやろみたいなね思うと思うんですよ。で僕も最初そうやったんですけど、もうなんか晩酌つけてね、もう藁をもうすがる思いでやってみたらね、2ヶ月ぐらいでね本当もう治ったって言うていいぐらいの状態になったんですよね。ですんで植木屋さんね、ほぼ多分周りも植木屋さんで腰痛だと思うんですよ。で職人さんもねほぼね腰痛持ちだと思うんですけれども、これをねちょっと騙されたと思って、いっぺんねもし悩んでるんであればね、なんとかしたいと思ってるんであれば、バカらしいとは思うんですけれども、いっぺんやってみる価値はあると思いますよ。でこれでね、これが合う人合わん人ね、これで治る人治らない人いると思うんですけれども、いっぺんねやる価値はあると思います。ただ知らんだけだと思うんですよ。でちょっとね調べてみたんですよ、腰痛についてね。調べてみたら全国でね3000万人ぐらいね悩んでるみたいなんですよ、日本人でね。腰痛で3000万人、で3000万人がみんなねこの腰痛体操を知ってて治らずに悩んでるんであればね、分かるんですけれども、多分ねほぼ知らないと思うんですよこれをね。で実際にこれをやって治るっていうこともねほんまに思ってないと思うんですよみんな。ですんで僕のチャンネル見てくれてる方ね、これが縁でねたまたまこれを見てくれた方、一遍ちょっとね騙されたとは思って、3日だけでもね一遍やってみたらいかがでしょうかという提案です。はい。でその腰痛体操ね調べてもらったら、ね、3秒ぐらいやるっていう体操なんですけど、僕の場合ね3秒って別に決めてないですね。もう5秒も10な時もあるし、10秒の時もあるし、で回数もねもうことあるごとにやってますね。今僕はね寝て起きてすぐしたりとか、飯食った後したりとかね、車乗る前にしたりとか、車降りた後にしたりとか、で仕事してたらね脚立降りてからしたりとか、草抜きしててちょっと休憩の時にしたりとかね、もうことあるごとにねこの体操をしてるんですよね。で回数で言うたらちょっと数えきれないんですけど、50回以上はやってるでしょうね。ことあるごとにこの体操をしてます。でほんとねめちゃめちゃ調子が良くなってますということで、はい。ですんで本当その提案だけの動画なんですよ。もう皆さん知らないと思います。でこれでね知ったじゃないですか。で知ったということは一遍やってみてください。3日でいいんでね、3日でいいんでやってみてください。で合わんかったりとかね、治らんかったら違う本当その病院に行ってねいろいろ相談されることをお勧めいたしますけれども、これで治る方がねたくさんいると思うんですよ。はい。ですんで、これでも縁なんでね、一度試してみたらいかがですかという動画でした。はい。今回は腰痛が改善した僕がね、知ってもらいたいと思う願いでちょっと喋ってみた動画です。はい。またね、今後もね植木関係の動画出していきますんで、またこれからも植木屋健チャンネルね、よろしくお願いします。失礼します。